サマにウイスキー注いじゃったバカ。激アツじゃん。確変だぜ。ママ投げてよスマホ。オッケー。ね、K さんとさインポスター組んだことないよね。てか多分もう本当にここ4日くらいインポスターやってないから。マジ4開催日くらい、うん、全然やってない。今日はインポスターやりたいんだ。枝くんこんばんは。まあ、はこんばんは。バラさんに誘われたん？ん？バラさんに誘われたん？うん、ウケる。私枝くん誘うかめっちゃ迷っててさ、うん、でもなんか気配がしたから誘わなかったら枝くん入っててめっちゃ笑った気配した気配したなんかバラさん結構枝くんのこと誘ってるでしょ。うん、なんか今日はバラさんが人集めてくれたんだけど、多分私が声かけるより前にバラさん声かけてんなと思って誘わなかったの。そしたら本当にいてびっくり。すごいねえ、 IBR のさプラベってさ、うんうん、今でも結構ガチなの？全然全然。あ、よかった。エラ君昨日のプラベマジひどかったよね。楽しかったけどひどかったね。ひどかったよ。みんなも初めてだもんスプラトゥーンね。しかもみんなさ任天堂オンライン食っちゃってたからさプラベやるのにみんな500円払ってきてるんだよね。エラ有料プラベで、これオンラインせっかくやってもらったんだから アマースやってもらえたらダメだね。ん？アマースやってもらえばいいね。うん、なんかでもね、ミネのメンバーね、アマース好きなんて好きじゃないんだと思う。そうなんだよね。そう、ハムちゃんとかもあんま好きじゃないって言ってたし。団子さん呼べばいいじゃない。いや、団子さん何でも好きだからな、あいつ。人がいるところに来るからな。でも団子さん呼ぶと歌集家さんの切れ毛見なきゃいけないからそんな歌集家さん切れるってよっぽどじゃないの。いや切れるって、まあ、切れ毛マジでそんなあったの。なんかいや噛み合わなかったんよインポスター同士で。ああ、で歌集家さんがもうやだーってなっちゃっただけ。まああれは切れるよそんなひどかったんだ。私がやんわりとオブラートに包んで話したのになんでそういうの。あれ切れるよしょうがない。あれはこんばんは。おいっすこんばんは。結構集まってきた。バラさん今日人集めてくれてありがとう。ありがとう。みんな思ってるだろうな、今日はアモンガスないのかな。そうみんな思ってた。だけど誰も人集めてなくてずっと黙ってた。したらバラさんが人柱になってくれた慣れたもん。アイビアルディーズもちょっと待ちね。バラさん集計よろしく。かわいそう。バラさんに集計させてバラさんができない日にやったりするもんな。そうね。最低本当に。食べててっつって。あとネキが来たらとりあえず十字組は。オッケー。ああ、じゃあ、夕方とか10時に来れないんだ、珍しいね。そう、10時半。10時半とか結構、あるイメージあるけど。タコさん、今日も部屋立ってお願いしていいですか？はーい。今、天気の子見てる人いないの？私だけ？私、途中まで見てましたね。あ、10時まで。ボンガスの動画見てるに決まってんだろうが。ガチ勢、怖っ。怖っ。こんばんは。おいしい。あ、バラさんさすがだわ。私は枝くんに声かけてくれてさすがだわ本当に。いや枝さんにはもう声かけるわ。私も声かけようと思って絶対バラさん声かけてるなと思ってやめたんだよね。そしたら本当にいたからすごい嬉しかった。FDTFDT
ZGF。 最近若干シーレムさんの誘い断り気味だったから実際ちょっと怖かったんじゃない。あ、なんか、あ、私なんか枝くんもやりたくないのかなとか思っちゃってそうでしょ、シーレムさんの誘いは断るよ。なんでおかしいレモだよそれは。なんかみんなあのすごい頻度でやりますから僕はちょっとなんか、うん、そこまで多くない、そうペースが合わなくてね。ああ、もうちょっと合わせていただかないと。合いましたよ合わせていただかないと合わせていただかないと遊びじゃないんでね、やらないといけない。エダ君今インディーズゲームにハマってるからね。インディーズゲーム、なんかエダさんのツイートも毎日違うゲームの名前出てきてどんなビビってんだろうと。いや僕ね集中力なくて1回のゲーム1時間以内で終わっちゃうんですよ。なんで、それごとに違うゲームやってる。エダ君ってまだ学生さんだっけ？いや。学生終わった？その間に。うん、おめ卒業おめでとう。もう留年しまくってただけだから。卒業してないんで、ね、しかも。あ、そうなの？そうなんだ。今働いてるのエダ君。じゃあ。うん、働いてるけど、まあ、フリーター。え、そうなんだ。え、偉いじゃん。枝くんが働くなんてあるんだね。すげえ失礼じゃないですか。え、なんでさ、なんでもさ、今何やってんのって学生、何やってんの学生みたいな、毎年。いや、24歳学生になる。まあでも24歳学生は別に。全然いるから。インとか住めば普通にあるんだよ。枝さんが部屋入ってくれたらサステン行きますね。違う、なんか枝くんもね初対面の時は可愛かったんだよ。なんで今可愛いでしょ初対面可愛くない人いないでしょ。バラさんだって初対面可愛かったのに顔文字しっかり使って可愛かったんだからやめろやめろバラさんの初対面はロボしてて何もわからなかった。確かに。初めてさ、IBR さんとさ、宇宙人狼やるときにさ、チコタンに挨拶に行ったの、明日よろしくお願いしますみたいな。ああ。でも今は恥ずかしいもんね、それ思い出すと。マジ挨拶とかしなきゃよかった。俺は、ああ、なんか、バラさんがリア教って言ってたけど律儀な人なんだなって思ったけど、うん、うん、リア教だからこそ言ってたんだよな。ああ、なるほどね、うん、なるほどね。そうね、薬師丸もしかしたら苦手なタイプかもしれんって言ってたからどんなやべえの来るんだろうなと思ったら、まあ最近確かにああちょっと苦手かもしれんなと思ってるからちょっと待って、嘘でしょ。嘘かしおがさん間に合ってんじゃん。間に合ったわ。相馬来てる。まあ、相馬じゃないわ。相馬来てないわ。相馬くんなんか遅めって言ってたよね。相馬の声空耳したわ。怖。もう好きじゃん。お疲れさんです。え、角度で何回言ってた。ちょっと似てたな。ちょっと似てたな。ちょっと似てたな。ちょっと似てた。もうちょっと語尾伸ばしてれば。計算の声。タコさんでしょ。タコさんか。え、タコさん？俺じゃないよ。モノマネセンスありすぎじゃん。おつおつお疲れさんです。分かる。いいね。雰囲気はマジで。雰囲気はもうそうなんか完全に。とりあえず。なんか中華さん聞いてよ。うん？ひどいんだよ。コタンが最近仕入れ物のこと苦手とか言い始めた。そうだね、苦手とかじゃない、あの最近ちょっとめんどくせえなって思ってるぐらいだあ、これやめてよ。枝さんボット入ってなくない？枝さんボット入ってないよ。ボット、あ、で手動でとりあえずボット、あ、ちょっと待って、じゃあまあ、おさナイス押さなくてもまあよかったんだけども、これあれか、
ちょっと待ってごめんなさい。ボットっていうのは勝手にミュートしたりしてくれるってことなんですね。そうですね。今チャット欄に、これからチャット欄に、なんか黙れ小僧っていうあのボットと、あとそのボットの下に、色の人形みたいのがバーッと横に並ぶんで、自分の色のを押してもらえれば、ボット動くようになるんで、もしかしたら他の人ちょっとこれでボット動かしたらミュートかかっちゃうかもしれないんで、ちょっとそれをやってもらって。とりあえずこれは何、普通にやる？これ手動ですね、というまあ、シールモさんが1個ボタン使ったぐらいだから、うん、何を、オッケー、これで、これで枝さんが白を押せばいいのか。白、そうだね。あれ枝くん緑から白に変えたからアンリンクになっちゃったのか。あ、オッケーです。これで、はい、まあとりあえず聞くかどうかやりながらって感じ。そうだね、オッケー。寒すぎる。暖房つけて。まあ、もしおかしかったら俺がボタンを押しますんで。はーい。はい。まあ喋らないように一応しておこうかな。まあ。カシュウカさん入れてやる、入れて入れられてんね。はい。聞くね。かなり時間あったのにね。ね。まあ一応あとアドミンで確認して。そうだ。出ますか。ナイス押し。ナイス。いいと思います。ネキ白いな、こうなると。確かにネキなら3キルぐらいやってても。すげえメタ。まあ、かつてここまで行ってるもん。うん。本当に話すことねえの。まあ、ないよな。まあ、ないよ。ないやろ。何も起きてねえんだから。次、次3票入るな。これ、カシューガさん次のターン死んでるで。いや、もう。どうしようかな、じゃあ。セキュリティに言おうかな。
ストスラッシュ成功しない芸人してるからな。下手すぎかって。動いてきたね。ないんだ。とりあえずじゃあ屋久島見っけた。どこ？あのエレクトリカルの右上、あのシレモさんが苦手なタスクの場所かな。うん、くるくるのやつだね。そうそうそう。ちなみに私さっき2分やってできなかったからやめた。マジ？マジか。よく生きてたねって感じだよな。キルクール的にあれだよね、二郎がキルずつしてるって思っていいのかな。どうだろうね。いや、まあ最速でやれば2人目いけるかもしれない。いけるかいけないかぐらいの、うん、でもそれだとしたら歌集か見えてる最速だと。ん？ん？停電の前あと停電開けたら知ってた。そうそう、あの多分計算かな。そうそうそう、一緒に停電行って、停電開け直して、そうそう、柏川さん直してもらってタスクやろうっつって上行った時に発見してるから。え、計算が？うん？多分同時。同時くらいに、そうそう、ハイデマンついて柏川さんに修理任せて。どっちが死んでたの？屋久島だった。うん、死体は屋久島さん。エレクトリカルにあったのはね、タコさんはちょっとわかんないけど。タコさんの最終目撃情報とかないんですか？タコさんは見てねえな。私、アドミンを一応見ていたんですけど、うん。確証はできないんですけど、ウェポンとかそこら辺に位置あったので、もしかしたらそれがタコさんなのかなっていう。それは いつの情報？ああ、でも結構前ですね。お前か。うん、じゃあ、ね、ウェポン20キロ俺やってたからそれかもしんない。ああ。カシユカさんと計算はお互いに屋久島さん殺しはしてないって言えるの？言える。うん。言えるかな。え、でも前はしたいなかったかな。二郎か。ああ。誰かを押す？押そう。うん。に押させてくれるのか。なわけないよね。はい、やって。はい。タコさんの目撃者。ボタン押すちょ。というか停電前なんですけど、うん、バララザニア枝がナビゲーションにいました、うん、ので直前仮に直前切れたとしたら、まあ、ラザニア枝バラは言える少なくとも屋久島殺しはね、屋久島殺しは、うん、すると私浮いてきちゃうな。仕入れもここ仕入れもの場所、ここ仕入れもが浮いてんだよな。そうだ、私はあれですね、その停電になったぐらいの時はメッドベイからメッドベイあたりにいて、その下のアドミンで人数確認してたっていう形です。人数確認しないわ、アドミンから下に入ったって感じですね。人数確認したのはもうちょっと前です。どっちが先？最初はどっち？最初アッパーあたりでタスクこなしていて、その
メッドベイアッパーあたりで、でそのまま戻ってきてアドミン見て、やっぱりそうですね、停電になって下行ったって形なので、すみません。うん、CMO は O2 のタスクやったときやってて、そこで停電になって、でもエレクトリカルには間に合わなくて、最終位置はストレージ、うん、CMO ちゃんどっち回りで行った？右回り、時計回りと前から通って、うん、うん、経過周回はいつから一緒なの？でもエレクト、いやでもエーテルから入るところで、俺は右回りで回ってって、うん、俺はウェポンにいて停電になって、カフェ、ストレージ、エレクトリカルで行って、うん、エレクトリカル前くらいで一緒になったかな。え、中間？うん？二人とも時計回りじゃん。うん？まあ時計回りで俺は。俺はカフェ通って、ウェポンからカフェ通って、ストレージ、エレクトリカル。いやー、なんじゃろねマジで分からんな。単純に言ったら、カシウカ系の二郎かココルシーでも二郎なんだけど。うん。まあそう考えるのが。まあ。ただらネキと枝さんの直線の行動しか見てない二人も。まあずっと一緒ではないね。白いわけじゃないんだよ。まあさっきの言った一人がもしニキルしてた場合、相当時差がある。どっちが直線なのかわからないよね。ボタンがエレクトリカルで死んでるってことはベントキルもありえるってことだよね。まあそれを追うならここ3割と怪しくなってくるかとは思うけど、まあ、右回りで回ってくるときさ、コミュニケーションズあたりでチラッと人影が見えてたんだけど、どのタイミング？いや結構前だけどさ、俺右回りした時人影見たのそんなもんだったなと思って、コミュニケーションのダウンロードやってたのわかんないけど、まあ仕入れもかもしれないし仕入れもじゃないかもしれない。それみんなそうだわまあ直前だとしたら、薬師は直前だとしたら、まあ、計算はありえないかなっていうことを言う。まあ、うん、無理だと思うかしら。直前ならね。やっぱ直前キルだとしたら、もうタコさんの死体もエレクトリカルにあって、経過周回のダブルキル。あ、セルフレポート。ああ、なるほどね、うん。トリッキーだね、それ。まあ、ちゃうとしか言えねえな。まあ、うん、まあ、そうね。それは。薬師丸さん殺しに関しては。あ、まあ、でもそれはあれじゃない？停電解除してるっていうところで違うくない？いやー、まあ、そうだね。2人しかいないって、他に誰も言わないし、2人で片方は解除してるからね。なんとなく、ここさんなのかな、1票入ってるし。はちょっとあれだ、1票入ってるし、ここさんなのかな。そう、1票入ってるし、ここさんちょっとよくわかんねえな。やばい、投票が。そもそも2票しか今、スキップに入ってなかったから、これ危なかったぜ。危なかった。ここさん釣られてたぜ。いや、マジでわからん。死にそう。
はい、はい、わかんない、最初聞こえなかった。 どこ、うん、どこ、シレモン見つけちゃいました。カフェテリアでバラさんの死体なんだけど、その直前にカシユカさんがアドミンで弁当に入ってたのを見た。は？これエレクトリカルなんですけど今。違います、君はアドミンで弁当にピョンって入ってました。ものすごいこと言い出したね。入ったんだよ。エレクトリカルのどこらへん？エレクトリカル入る直前。直前？うん。ウサギさん行け、殺せ。わかんない、奥の方に行ったから。え、じゃあ本当にカシヤカさんがピョンって入ったんだよ。で、私それを押しにボタン行ったんだけど、ボタンを最初に押しちゃったんだと思ったらバラさんの死体があったからリポートしたの。やったと思って。え、じゃあボタン近くに死体あったってこと？そう。すげえとこで殺すな。だから弁当で慌てて逃げてったんだよ。仕入れもにも仕入れもにも気づかず。じゃあなんかっていうか、酔っ払ってんのか。いや違うとしか言いようがないけど。いや仕入れもさんがじゃああれだよ。鬼だよ。いや違うよ。バラさんとシーレモちゃん両方は釣れない。まあうん、いや釣れるでしょ。まあ、釣るならもう。で俺でもまあえローラーとかどういうことかわかんねえけど俺は。カシウカさんがポンって入ってどういうことかわかんないけど、まあ、とりあえずシーレモさんに入れるわ。やめてよカシウカさんだよ。まずちょっと先に言ってきて、ローラーするんだったら僕ボタン押しますね。あ、了解。枝が押しますね。はい。どっちからいきます？全然いいけど、私が先ならカシユカちゃん絶対殺して。あ、じゃあ両方するよ。じゃあありがとう。シーレモさんから。今どっち？ないよ。はい、これ。カシユカさん。全然入ってんじゃねえよ。すげえ割れたね。レオさんの方が怪しいじゃないかよ。うるせえ弁当野郎だよ。それで食べるな。わかんねえ、なんだこれ。何これ画面がバグりました。あら、やべえじゃん。はい、やって、まあカシユカちゃんも面白そうか、釣らなきゃいけないのか。私とりあえず今入れれないので。目撃情報ないの、カシユカさん誰かに会ったとか？ねエレクトリカル入る直前なのよ。でもあのストレージから取ってって、うん、あのストレージ側からエレクトリカルに向かってるのね。うん、リアクターいなかったよね。あ、リアクターね、あの行ったんだよ。行ったんだけど、あのいっぱいいそうだったから、もうすぐあのタスクもなかったんですぐ引き返したのよ、ね。なるほどね。うん、シーレオさんの方がでも先に着いてたんじゃない。いつ頃死んだかとかにもよりますけど。でもあのカフェテリアで死んでたんでしょ。でももし、あのもしシレモさんだったら超うまいけどね。カフェテリアで死んで殺して、でやばいところでやっちゃったからリポートして弁当に入ってたっていうわけでしょ。なんかリアクター後、私まっすぐそのアッパーから行ってカフェテリアの方行った時に、向こうあたりからバラさんとすれ違ったんですよね。じゃあその後とと、そうですね、まあ時間、うん、わかんないです。そっか、俺下半分にしか生息してなかったから。うん、なんかシーレモさんの言ってることも微妙なんだけれども、ちょっと目撃情報が不運にもないので、残念ながらちょっと僕はこのままローラーを。そっか、反
にしたいな。安全策になっちゃいます気持ちは。まあ1は確実にするから、まあでもこのこれで4になっちゃうと1キル必ず起きてっていう展開になっちゃうんだよな。そこはこの後どうする、どういうことが起きます。この後じゃあリアクター鳴らされて1キル起きてバラ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 っつってタスクってどのぐらいです。私一応あと1個なんですけど、なんかごちゃごちゃし始めてからは進んでないですね。 あと3つ2、3個あるかな。これはちょっと、あのナイス村の人たち、あのシールモさんつったのはさすがにちょっとひどかったですね。あの弁当入ってたわ、マジ弁当入ってたのを見た人を先に釣るわね、ちょっとさすがに。いやさすがにシールモさんかわいそうだったね。なんでローラーまで行けたんだろうと。そう、いや最後いや時間切れでしょ、時間切れ、時間切れ、オーツの時間切れ、お子さん解除してなかった、しなかった。一応でもまあ、ね、お子さんの誘導もうまかった、うまかったです。私最初の方アリバイごちゃごちゃになっちゃっていやでもなんかそうね、だからあのシーデモさんが弁当入ってたのを見たのって言ったの誰の位置も聞いてない状態で最初に言ってるからまず本当なんだよな。確かエレクトリカルいたとか言っていやまだ入ってねえしみたいな。めっちゃくちゃだから。まあでもね、エレクトリカルに入る直前のところまではいたんだけど、本当。まあそう、あーなるほどね。バラさんずっとカフェテリアにいたんですか。いやね、リアクター行かずに右行ったでしょ。ここさんそうそう、リアクター行かずに右行ってここさんとすれ違った後押そうと思ったらカシューカに首ひねられて。ああ、カシオカさん後ろにいたんですね。そうそう、気づいてなかった。ここさんの、あ、これここカシオカだと。ここさんは分かってなかったな。あの相方ずっと誰だろうと思ってた。ずっと一票入ってたじゃん。はい。え、実はそれ私なんだよね。めっちゃ発言黒いと思って無言でいる。しかもか、ね、あのシールズのところ、シールズじゃないの。ストレージのところで、あのタコさん殺した後ぐらいで、あの。シールモさんと出会ってたので、あ、そうだったんだ。動きもめっちゃ黒かったんですよ。そうなんかえって感じだったから。でもあれだね、ここのメンバー1票入ってるから釣りに行こうぜみたいなのに引っかかんない、あの取らないと思うからまあそうね、カシューカーに入れてたのも俺だしな最初もえ、俺も入れてた。あ、そうだよね、あの2票入ってたのだからバラさんと俺ってことでしょ。両方殺してやったバラさんだね。うんこしてくる。あの時からもうずっとカシオカ疑ってるから。いやでもあれだよね、あの薬師丸殺した後計算と一緒にエレクトリカルに入れたのマジここさんの停電がナイスすぎたわ。あ、本当です。あ、そういうことね。弁当とかも見てるからね、カシオカと薬師丸さんを殺してるところ見てる。でもね、俺の弁当なぜかあの俺のキルがなんであんな直前みたいな話になったんだろうと思っちゃって。
や、直前とは決めつけてないけど、決めつけてないけど、ああ、なるほどね。でしか組み立てらんなかったもんね、あそこ。直前じゃないとしたら、まあ、一人一人のさ、経歴を追ってもよかったんだけど、それは。直前前に見た人が特にいなさそうだったから、一緒に、一緒に。あまりも出なさそう。俺、ネキって割と直前まで一緒にいたんだけどね、死ぬ。5秒前ぐらいまで。どうだっけ。俺役者を殺してイベントで、あれ、あのセキュリティあのネキがストレージいるとき、俺そのままエレクトリカルにスーって行ったん。見た気がする。もうどこでどう。おかしいな。あ、そうなんだ。タコさんは誰どこネットで。あ。タコさんはアドミンとストレージのスー。やった。次から入ります。あ、今、大丈夫だよ。入れるよ。薬師魔殺した後さ、弁当に入ったらさ、ネットウェイの方の弁当が動いたからさ、ここさんと一緒に弁当入ってたんだよ。そうなんですよ。あの弁当入りながら薬師魔さん殺してるところ見てたんで。俺でもタコさんも歌集家だと思ってた。タコさんは違うね。なんでしょう。シュクル間に合わないでしょ。いや、わかんない。多分間に合ってない。いや、だから、あのタコさんと歌集家だけだったんで、あの、最初に会議後に右行ってたの。ああ、そうだったね。もうだから、あそこでもうそこをウェポンあたりで殺して、回ってきてたら、まあ、ギリギリ間に合ってんのかなっていうぐらいのあれだったから。30秒で最初の。でも、それは俺じゃないんだよね。うん、あ、そうか、そうか、最初が30秒あんのか、そこ考えてなかったな。薬師魔さん殺してるの見てた、見つけてたので、多分そっち先に通報されるだろうなと思って。いや、町内ですよ、それ。ちょうどタコさんいたんで殺したって形ですね。いやタコさんは分かんなかったな、マジで。シーレモさん、まあ、弁当見てたのは分かったけど、どうやって逃れようかなと思いながら歩いてたわ。いや、あれ、ローラーはないって、さすがに。いやでもね、言ってみるもんだね。あのシーレモさんから釣られたのは、俺、さすがに、いや、仕掛けたら俺もかわいそうだなと思って。それはちょっと。私、先に釣るなら、橋岡さん釣っちゃってちゃんと釣ってねって言っちゃったし、それは私が悪かった。いいよ。それはね、そう、うん、いや、それ言ってもシーレモさんは残るだろう。弁当に入ってたって言うんだからさ。本当だよ。でもさ、まあ、いつも上手な橋岡さんが弁当入るところ見られてるわけないっていう、みんなのバイアス。いや、あのね、バラさんはね、殺したくてね、もうカフェテリアでもいいやと思って殺して、キュッてあのアドミンに移って出たらシーレモさんいてさ、どうしよっかなと思って。もう殺した後だから殺せねえし、しかもボタンないしね、私。でもだからバラさんが死んでる。ボタンないけど、あのバラさんレポートは行っちゃうから、どうしようかなと思って。うんうんうん、カフェさ、カフェで殺した時さ、あれキルクルちょうど開けたところぐらい。いや、全然違うよ。全然開けてる。いや、キルクルその最初の30秒じゃん。うん、あの開けてるよ。全然開けてる。うん、あのカフェテリア前でも別に、別にいなけりゃ、アドミンでその前見てたんで、あのカフェテリアがバラさんだけって。あ、だから別に弁当すぐ入ればいいだろうと思って殺したんだよ。いやいや、その、キルクールが終わる前に、その、初動のレポートじゃなくて、会議を押そうと思ってて、ああ。欲張ってタスクを2個やったんだよ。あ、終わってたよ、全然。全然終わってるのか、あれ。そう。全然終わってた。みんないる。いるよー。いるよー。はい。いやー、ここさん、タコさん殺しマジでしたね。いやー、殺しだったです。あ、俺死んですぐにレポートやったからちょっとシレモさん信じてあげた方がいいよ。かわいく。でもだってさ、カフェのど真ん中で死んだって言ったらなんかちょっと怪しくなっちゃうじゃん。
そん。あれ。まあ覚え芸をミスったのは俺が悪いからな。四個目でミスってしまったんだよ。雑魚？雑魚だな。雑魚雑魚。雑魚だったわ。あ、まあ特に喋ることはないんですけど、バラ目線。枝さんとネキがちょっと白いかなっていうことだけ言ってきます。なんで私だったらあそこすれ違った時殺してネキは殺して、まあ、このタイミングでキルが起こってなかったからネキは白い目だよな。それちょっとズルだよ。いやここはまだある。次次かな。次にキルがするでしょ。一、うん、人で。うまここさんかわいそうし、なんで入ってるの、シレモに。自分で入れたんじゃないですか。やります。シッシ、残ないじゃん。セーフ。いや、つうかすげえ楽だな。ピング値がやべえ。ここバラ。こんにちは。こんにちは。ね、セキュリティで死んでたんだよ。で、俺一通り喋ると、O2 が鳴ったよね、多分。うん、そう、O2 鳴った時に、これ左手誰か死んでんだろうなって思って走り抜いてたところに、まず薬島さんとすれ違ったんだよね。そうだね、1個あのエレクトリカルの方、エレクトリカルの下ぐらいからかな、多分薬島さんとすれ違って、でそのまま俺、セキュリティの方に行ってたら、枝さんか、これ枝さんが死んでた。で K さんがどこにいるかは分かってない。もしもし、あゆえを、うん、一応今 K さんは俺がエレク、まあ、直前ではないけど、エレクトリカル行く前にアドミンにいたかな。一応俺、そう、俺一応今左ずっとぐるぐる回ってたんだけど、左のタスク処理してて、で、ケースさんも枝さんも見てないんだよね。で、まあだいぶ前だからあれだけど、その時にいたのが、シーレモさんとネキとバラさんがちょっといたんか。で、あとココさんがいたような気がする。左のタスクを処理してたのに右から左に行ったの？うん、右のところ抜けて、下？コミュニケーション？違うだっけ、あの下の部屋、あそこの方から抜けてって、まあいいや。左にいた人整理したいんだけど、薬島と、あ、カシユカもあの最初道は左行ってる。うん、俺初道は行ってないよ左。いやまあ初道じゃなくて最、生きてる枝さんは左で見てないのよ。まあ、
俺は見てない。アドミンで一緒にいたのは見てる。タコさん死ぬかっけ。セキュリティ結構俺見てたけどね。まあ最後の方も結構じゃないな。O2 になると結構前から。まあちなみに俺がエレクトリカル行くときにタコさんが左から来るのとすれ違ってるよ。エレクトリカル、ああそうね。もう一回落ちて、古い人。押しまーす。ありがとう。感謝。うん、もう一人カシウカさんか。ネス、はい、相馬さんミュートね。ウェイ。ただ島左から来てるけど、枝さんは見てる。だから左から来てないって。あ、エレクトリカルから来てんのか。俺はだから初手アドミ行って、うん、でそっからエレクトリカル入って、うん、でエレクトリカルでタスクやって出たところで相馬さん、左に行く相馬さんとすれ違って、俺はまあエレクトリカルから右に行けたところ。ああそうだ、ね、うん、ああそうだ、そうだ、アドミだって。左って誰も行ってないんですか。あ、俺初動で左行ってリアクターのタスクやってセキュリティ見て、アッパーエンジン通ってカフェテリアでタスクやって、カフェテリアのタスク中に O2 になって、 O2 側に行って、タコさんが解除してて、下に行って屋久島見たかな。これ絶対カシウカさんじゃん。枝さんも計算も見てね。見てるだろう。計算がどこかわかんないけど。見てるだろう。もう結構だろ。計算は見てないけど。まあ枝さんが。おめえらマジで。左に行ってるのをストレージで見たかな。うん。両方とも左で死んでる説が高いってこと？死んでないですよ。タコさんがどう？右で死んでます。初動左じゃないの？初動は左じゃない。初動下から。でドアに行ってドアのタスクやってストレージに戻るときにすれ違ったって感じ。トモさんセルフリポートした？セルフリポートではない。いや、さすがにここの価値はなくね。あ、ワンチャンあるか。いやねえ、ない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 、してね。全然あるでしょ、だって俺とすれ違ってるわけだから。俺になってよく、でも それって殺した後だったらまだわかるけど。ココさんの話を聞きたいな。アッパーいた人ココシーでもの話聞きたい。アッパーだって、アッパーよ。その、まあ、リポート、これ解除されてる。出てよ。うん、大丈夫。リポートなる前にアッパーいた方って言いますか？直後？直後ですね。直後にアッパー解除した後だから、カフェテリア入るぐらいかな。直後って何？え、レポートの時は相馬さんのレポートじゃないの？最終位置ですね。まあ俺の目線から屋久島タコ歌手が違うっていうのかな。そうなんだ。最終位置の話。最終位置はね。最終位置、うん、俺は最後セキュリティだから鳴らした本人だけど。え、ココさんその心は？アドミン？それアドミン見ててアッパーに1セキュリティに1があって、
その私も同じようにセキュリティ1で全然動かなかったので探しに行こうと思ってたので、直前直前だったそれしたらレポートなる直前ではなくないか、探しに行ってるんだったら。そうですね、ほんのちょっとだけ経ってます。オーツ後です、オーツ後、ね、じゃあ割と最近で、じゃあそれが計算の可能性もある、まあ、なくもないのかな。相馬さんはどっちからそのセキュリティ行ったの？俺下から抜けていった。あ、じゃあ相馬さんではないから。シーレモさんので、そう、俺ね、そう、シーレモさんはね、その薬師間さんを見るちょい前まで一緒にいたような気がするんだよ。シーレモさんから聞いて、相馬くんと一緒にいたよ。ナビゲーションからコミュニケーションズまでずっと一緒。結構前の話じゃないね、それは全然。そうだね。で、コミュニケーションズの後はどこ行ったの？私はストレージの右下の落ち葉捨て。なんていいの？じゃあ、アッパエンジンいた人は名乗り出ない。じゃあ、計算でそこは書くでいいとか？まあ、わかんねえか。インポスターも言わないんじゃない？はい、私もちょっと曖昧なんじゃない？なんで私に1票入っているの？俺はもう言わないことにしてよ。なんで俺に1票入ってるのって。私も言わないことにする。あの、見てるかな、見てなさそうだな。いや、負けか。今、すみません、画面が固まっちゃったので。よく見つけ丸なんだけど。どこ？ローアエンジンにいた。誰だこれ、ネキだな。ローアエンジン。でね、俺ね、これ、このレポートする10秒前ぐらいかな、10秒、15秒前ぐらいにバラさん見てんだよね。ローアエンジンの付近。うん、そっちじゃない。どこ、あそこ。一番左。ウェポン？ナビゲーション？ナビゲーション？左じゃないよ。ナビゲーションは一番右で。あ、一番右だ。逆逆逆。よくあるやつ。そう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 。あそこでバラさんいたんだよね。で、下でシールズまで抜けたのは見てるんだよ。うん、そっから行方不明になってるから、もしかしたらアドミンで死んでるんだけど。で、アドミン死んでないよ。マジ、アドミンはいたか。あ、カシオカさんがアドミンいたってこと？そう、ココさんも直前までいたと思うけど。今画面固まっちゃってるんですけど、誰が死んでます？バラさんとネキ。そうだね、バラさんとネキ。そのダザニアさんは、まあ、まあまあ前だけど、ココさんと俺とで、エレクトリカルみたいな。やった？下に行ったのがね、エレクトリカルで扉閉められてるところに薬師間さんが行ったのは見てて、うん、で、その中にシーレモさんがいたんかな。うん、うん、そう。あれ、薬師間さん怪しいと思うんだけどな。気のせいなの？なんでそうなるんだよ。なんで俺がローアエンジンで殺してたとして、なんで俺があんなエレクトリカルのドア前でずっと止まってるの？閉まってるドア前で。それはあるかもしれん。小屋も疑われてなかった？そうね。そうそう、前も近くにいたんでね。相馬さんがのレポートだと、それも両方。どっちも相馬さんだし、どっちも相馬さんが役者さん疑ってるしね。いや、今のでちょっと俺を疑うのはさすがにちょっとなすられてる気がするけど、うん、まあでも相馬さんよりはちょっとな。タコさんっていつぐらいからラザニアさんと離れたんです？
え、ここさんと一緒に釣られちゃうのかよ、これ。その後出るときに別れた感じ。あ、じゃあすぐ別れたんですか。うん、おまさんまで釣りたいけどな。そうね。いやいや、ちょっと、そうちゃちゃ対戦ありがとうございました。タコさんじゃないのこれ。タコかし。タコさんは絶対そうだと思ったわ。怪しすぎる、何も言わねえし。タコさんに殺されるんだけど。俺は必ずか週間に殺されるロアインジの左下は。いや、まあ、トモさんがさ、マジでガバガバすぎる。トモさんガバガバだね。ああ最後の子はいやーまぁちょっとウカ君に黒塗りしないでくれマジでもうやだーということでね。いや私ということで、ね、まさか薬師丸さん釣られてると思ってなかったんですけどいやー釣られちゃうんだよ。でもだってインポスター2票入れるんだから入れれててもアコは無理だったね。もうあそこはちゃんとだから議論まとめてこういう人に望まないとインポに合わせられる。薬師丸さんまで殴り合ってる。いや俺はタコさん入れてたんだけどな最後最後ちょっと俺苦しかったよなあれ。いやよかった。早めに今ラザニアさんの情報は、ね、左にそうタコさんといたよね。全然タコさん喋んないし左に俺がいたって見ていたの見てんのに全然左のルートとかも自分から言わないからタコさんなんだろうなと思ってた。聞こうと思ったんですけど時間が時間なかったな。そもそも喋る時間がない。秒数わかんなかったのそういう時は今回はスキップにしようって叫ぶ。ああいいと思うよ。タコさんってさ計算殺したの大津、うん、終わってカフェテリアの扉閉まってたからそこでやっあく時にやってボタン速攻押そうと思ってた。他他がレポートしてくれたからあじゃあ隠せたわけかも。えであれ相馬さん俺に入れてたの？うん、うん、俺スキップに入れてる。スキップはダメだよ。スキップはダメだろ。えまもう一回喋っかなと思って。いや違う違う違う、あそこ6人で2浪だから。ああ。ダブルキルで負けだから。あそうだからでスキップしてもう一回押そうかなと思ってたの。いやそれ間に合わない。そう。設定ダブルで。基本的に。なるほどね。いやーでもうまいことあと1誰が入れてたんだ俺に。私ずっと橋岡さんに入れてる。俺3票だったよね、うん、3票だったね。そうまで一緒だから。え俺スキップに入れてたはずだよ。あそっ誰だ俺に入れたの。移動がですか。いや俺タコさん入れたっつってんじゃん。でも2票でも連れてたんでしょ。うん、2票でまあでもそうなると2票だとココさんの票があればなって。そう、ね、いや本当申し訳ないです。もうアモンガスに早くこのバグ直せって言ってください。自分で言えよ。責任はアモンガスにある。いやでも俺はうまくできたなさっきの。なんか、あんまり橋岡までは疑ってなかったけど。そうで最後の一言で、ああ、これ、カシウカさんだわって絶対思ったけど、もう遅かったわ。最後の一言で。いや、そう。相馬さん、ローラーする、相馬さんまでローラーしたいなって話してたのは、まあ、俺別にローラーの対象じゃなかったのになと思って。まあ、そこはもう何言っても勝ち確だったわ。バラさんね、なんかもう、俺から逃げたから殺した。え、違う、ちなみにバラさんはどこで死んでたの。ストレージ。ストレージの割と目立つ位置で死んでて。ここさんがね、閉めてドア閉めたのをアドミンから多分カフェテリア抜けたんだよね。うん。ここさんがもし下行ってたら俺相当怪しかったんじゃないかな。他のね、なんだっけ、給油の隣にさ、佇んでたじゃん。あれ、見えてるから。あ、マジで？うん、見えてたから、うん、あ、こいつ黒じゃんって思って。こいつ影で待ってやがると。で、バラさん来たなって、まあ、バラさん。バラさんやろうと思って。でも屋久島からは見えてないんだよ。どこ？給油の影に俺がいた。給油のちょっと右ぐらいに。ドーナツの。あそこ見えてたよ。あ見えてたんだ。めちゃめちゃ怪しいじゃん。めちゃくちゃ怪しい。でバラさん露骨に逃げるからさやろう。やろうっつって。いや俺でもシーレムさんがさ
ストレージ右下の落ち葉捨てって言った会議の次でまたさ、ストレージ下の落ち葉捨てやってたからさ、こいつインポスターかって俺思っちゃってたわ。助けられたな。でもシーレモさん俺に入れてたの勘でしょ、ただの。シーレモさんは死んでんのかな、多分。シーレモさんは、うん、死んじゃってるから。死んじゃったのシーレモ。死んじゃったんじゃない。いないの。反応はしてるけどね。うん、ディスコード光ってはいるけどね。一回入り直した方がいいんじゃない。いや、2連インポ勝利やで、やったぜ。さっきもそうだったんだ。ってしまったのが悔しいわ。2回ともバラさん危ういところで殺せたな。マジで。もう。1回目だし、シーレモさんつったみんなが悪い。ああ、まあそれは。うん、そうね。シーレモさん。はい、ごめん。ありました。はい、始めます。はい。勝つぞ。ジーン。よいしょ。一生クルメイトやってる。ああ、すまんすまんすまん。あ、ん？あ、なんかあの最初に、なんかあの緊急会議ボタンの何もうほら、ボタン最初押しちゃっててさ、いや、押しちゃってて、いや、閉じようとしたんだけど、あのバツが閉じれなくて、押したらどうにかなるかなと思ったら押せちゃった。特に何もないって。ちょっと待ってくれよ、じゃあ。いや、だって動けなかったからロスになっちゃうじゃん。したかスキップとかを、あ、押せるのか。押せてる。私、バツがなんか押せる。画面バグしてます。ああ。じゃあ、また。じゃあ、待たなきゃな。この1分30秒を。入れれないです。了解。しばしご勘弁。これは早すぎた俺が悪いのかな。入れる。ちょっと、半分だけ映ってるので、え、みんなスキップ入れてますよね。入れるよ。さすがにここでここさんにみんな入れてたらここさんに入れちゃってたかもしれないな。シーレモさんやめてくれます。あ、これ自投票ですけど。シーレモさん先般だよ、今回は。先般だろ。いやね、ナビ、うわぁ、あ、まあ、人いるならいいか。枝、ここ。枝、ここし。殺してねえよな。え、ごめん。おや。あー、ごめん。3連続バラさん殺しか。いやー、サボタージュも何も起こんないからさ。うん、絶対やってねえだろうと思って。最終目撃は。あ、死んでんだ。バラさん見てねえな。バラさん見てない。見てないな。バラさん、その右じゃないと思うな。右じゃないね。右で見てないです。右は来てないと思う。で、右にいた人はなんとなくわかるよ。うん、シーレモさん、うん、枝さん、あと俺もいたよ、ケイさん、あと私とケイさん、カシューカさんには俺合ってるよ、一緒オーツで、タコソーマもオーツ、ラザニアさんも結構右、大体右でしたよ、ね、うん、みんな右じゃん。俺アドミンで誰かに合わなかったっけ。おや、薬師は俺見た覚えない。俺アドミンで誰か見たぞ。それあれ、いや、バラさんじゃなかったっ。え、役者は初動どっち行ったの。俺、あの、カフェテリアの右やって、そのままアドミン。え、その、そこを。右って言った。
ポコさんの右言った？カフェテリアの右でしょ、右でしょ。ああ、だから見なかったのか。いや、アドミンで俺絶対誰かあったよ。俺が最後にアドミンにたどり着いた時にいたのはココさんだったけど、あそこはいないじゃない。うん、少なくともカフェテリア右からは出てないよ、バラさん。多分ね。赤いだな。アドミンで会ったのバラさんじゃなかったと思うんだけどな。おかしいぞ。うん。増えてる。俺ずっと一杯入ってんだけど、シェルモさんやめてもらえます？先輩だよ。先輩じゃない。ダウンロードやるか。ギリギリ止まんなかったか。ああ、ギリギリ見えんねんな。はいよ。助かるしいよ。なるほど。はい。よい。エレクトリカルか。カールのところに江田さんがいて。エレクトリカル？エレクトリカルのところに江田さんがいて。うん。と、相馬さんとすれ違ったんですよね、エレクトリカル。はい、僕もエレクトリカルから出てくる相馬さんを見ました。俺、手前でしか見てないよ。どこにいた？手前の方、あの、手前の手前。なんで停電も起きてねえのに手前しか行ってない。よかったわ。早いなぁ、ね、投票が。化け物が。もうちょっと、もうちょっと。もうちょっとなんかあります、ね。もうちょっとなんかないの。うぜえ。うぜえ。うぜえ。覚悟しとけよ。ないやこいつ。ないやこいつ、ほんま。バラさんと早く展開でおしゃべりしたいだけだろ。イチャイチャしとくわ。なんやマジ。落ちやがった、しかも。心優しい役、心優しい役タコ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 。もう生きてる。絶対死んでると思ってた。俺死ぬのか。
ナイスボタン。ナイスボタン。タコさん死んでるね。直前まであのアドミン見てて、メッドベイ2からセキュリティ、メッドベイ2いて、そこからセキュリティ急に1になったんで、多分ベントだと思うんだけど。うんうんうん、待って、私タコさん結構直前まで見てたよ。うん、だからそれでメッドベイからセキュリティに影急にピュッと映ったから。どこで見てたの？セキュリティ。セキュリティ。でもセキュリティからは出てったよ、タコさん。なるほど。だから、エントクルーだとしたら、エレクトリカルメットベイなのかな。私より先に出てたんだよ。ケイさんとラザニアさんってさ、結構一緒にいたの、ずっと。アドミンでは見てたと思う。アドミンで、うん、一緒にいた。じゃあ、違う可能性高い。うん、たぶんメトベイにいたんだよね、とりあえず。なるほど。鳴らす前は。メッドベイでキルが起きたのはそうなの？よくわかんない。いや、わかんない。あの、ボタンだから、したい場所はメッドベイにいた人。じゃあ、メッドベイだよ。うん、メッドベイだよ、うん。そう、だから、俺は右側から見たのなんだ、ナビゲーションとかだから、ウェポンズ経由で、アドミの方に行ったのね。で、ココさんとラザニアさんすれ違って、だからあの、ケイさんとラザニアさんすれ違ってて、薬師間ココさんはリアクターが鳴った後かな、リアクターが鳴った後ぐらい、リアクターが鳴って、そのタスクこなして、エレクトリカルでタスクして、で、その時、ケイさんとラザニアさんと会っていて、うん、会ってる。で、その、また、灯油かな、灯油だからロアの方に行く時に、シーレマさんと、うん、すれ違いましたね。俺はセキュリティの前でタコさんと、あ、タコさん見てて、その時セキュリティのカメラついてたのは確認してる。じゃあ薬師間押してほしいな。俺に入るか。押せないよ。あ、じゃあキシレモさん。あ、じゃあいいの？シレモさん。シレモ。シレモさんからアザニアさんで。じゃあ私もだよ。アザニアで。はーい。多分シクエストな気がするけど。うん、気のせいかな。ゲームまで抜けてしまった。しゃべるな。相馬さん聞こえてるよ。よくしま、セキュリティで二子さん見たんだ。セキュリティでは見てない。セキュリティの前の十字でタコさんが入っててカメラがついたの見た。いや違うし、タコさんと俺カメラ映ってたと思うんだけどな。うん、シーレもそれ見てる。あ、シーレもさんが見てたの。うん、ずっと見てた。でタコさんが入ってカメラ切ったらタコさんもいて、もう一回カメラ見てカメラ閉じたらいなくなってた。タスクするのとさ、薬師はシーレもローラするのどっちがいいと思う？なんでシーラモン？どっちもいいんじゃない。じゃあよくわかんないからかシーカタンから釣ろうよ。じゃあシーラモンさん。じゃあシーラモンさん。いやでも俺薬師間から釣りたいけど、薬師間誰に入れたの？ごめん、シーラモンさん入れちゃったよ今。うるさい。じゃあ薬師間にする。どっちもいいよ。どっちも、いやでもココさんも怪しい、なくはないけどね。まあなくはないけどね。待って、プロキルが少ないだけでネキが容疑者に上がらないのは何？ネキは今、まあ、アドミンさんとアドミンだから。何言ってんの？ネキ疑うべきじゃないじゃん。じゃあシルモさんかな。ねえ、ねえ。カシユコさんが怪しいとだけ言っとくれもね。じゃあシルモさんに入れようか。じゃあシルモさんに入れるか。ええ、まあここね、あのタスク進めた方がよ、本当はいいんだけど。楽しくなってんじゃねえよ。じゃあタスクっていいしようか。じゃあみんなスキップするか。カシユコさん好き。正当にいる？正当に引く。そうですね。あと一郎は確定だからさ。ありがとう。まあ一郎は連れてると思うので。ちなみに俺シーレモさん入れずにちゃんと。俺早く終わらせてくれよと思ってる。私は中間に入れた。なるほどね。じゃあ役所は自分で押せたら押してくれよ。押せねえんだよ。
俺もボタン使っちゃったからないよ。あ、十五ちゃん。十五ちゃん。十五ちゃん。待って、ここでカシヤカさんがなんで死ぬの？消化死にましたね。まあ、ボタンの近くにいたからやろうな。最近死んだの。最近。じゃあ、警告は違うかな。シーレモさんもいましたよね、アドミン。あ、いたか。いた、いた。カードさんも途中から。あ、まあや、まあ。ダメ、カフェテリアだよ、これ。カフェテリアだよ。うん。俺はすれ違ったよ、誰かと直前に。俺とすれ違ってる。計算かな。そうだよ。え、待って、これ、間違えたらダメなやつじゃん。ダメじゃないよ。ダメじゃないよ。シルモじゃないじゃん、やっぱ犯人。でも全然状況、だって全然だって状況整理できてないじゃん。もうある村側で。俺、これ生きてたとしても無駄にない、ないと思うんだよね、こんな状況整理できてない人が。怖いんだけど。なんでそれ持ってるの？いや、だって状況整理できてないでしょ。ここ見せたら全然終わりじゃないのに。終わりって言ったり、無駄にありますよ、それ。すいません。確かに、拾ってるから終わりじゃないの、ごめんね。そうだよね。だからまあ、俺は、釣っていいかなって。もう、なんでそういうこと言うの？だって計算目線もシーデモさんあるでしょ。え、あるの？計算目線シーデモさんあるよね。あるの？何？あるよね。あの何？え、何？どうすればいいの？俺は正直に言えばいいの？正直に言えばいいの？これ、エンターテインメントを演出した方がいいの？これあるでしょ、だって。シーデモさんないでしょ。俺目線ある。なんでなんでなんで。え？俺リーダーでライブやるの。やだやだ、なんでそういうこと言うの。次のゲームしよう。なんだやつしま。もう次のゲームやる、早く。次のゲーム移りますか。なんでライブやるのリーダーだよって。俺の投票じゃ変わんねえじゃねえか結局。いやもうなんか、シーレモさんひどすぎてびっくりするんだけど。やばいでしょ今の。なんで、いやって役所はさ早く終わらせて、うん、俺は早く終わりたいと思ってるよって言ってたじゃん。何ですか。そうさ、あの扉ぐらいやってくれマジで。そうさ落ちたから。あ、落ちたのか、そうか、そうか。落ちて、落ちて、部屋に行ってたよ。じゃあ、もうしょうがねえな。そもそも、シーレモさん、俺に入れてたのは先輩だったろ。じゃあ、しょうがねえ。もうきつかった、もう。マジ、なんもできなかった。いや、しょうがねえ、しょうがねえ。じゃあ、しょうがねえわ。先生、トイレ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。吉岡さんに入れまくる。ボット入ってないの、誰だ。別に、シーレモさんが俺に入れてた。私がさっき落ちちゃった。俺の方の勝敗は動かないから。もうでもあのもう枝さん死んだ時とかさ、俺も全然相馬が殺すと思ってなかったからさ、その場で俺立ちすくんじゃって。もう俺入ってきた時にあのココさんとエクシモさん入ってきた時に、あ、これ負けたわと思って、とりあえず急いでエレクトリカルかなんかのドア閉めたんだけど、閉めて俺は弁当に入ったんだけど、そしたらもうココさんいたから、あ、俺弁当見られてんなと思ったんだけど、いや弁当見てなかったです、見られてなかったんだな。そこさんの言い訳がひどかった。手前もう見なかったことにするしか選択しなくて。いやもうそしたらせいで、あ、こは2人鬼がいるときに1人殺しちゃうとね、2人とも怪しまれちゃうから。そう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 、ダブルキルの選択肢をと思ってたんだけど、ここそういえば狭かったわって思って。もうやだ、失敗した。頑張ってローラー持ってきました。よかったじゃん、別にあそこ仕入れも役所はローラーでも勝ててたから、よかった。うん、そうそうそう。顎で切り切り出したのはまあ自分は分かんなかったのか。いやでもなんかな、あれなんか今最後発言しなくて、かし、いやでもどうだろうな。いやでも計算がちゃんとさ分かってたじゃん。見てたけど、なんか俺があれセルフしなかったらどうなってたかなって。でも、何、あのみんなさ、役所はがさ、もう、あ、だから俺のあの最後の発言なしでね、最後の発言なしで、なしで、うん、なしだったら俺あんなことしねえから。あ、まあそうだよね。もう俺はもう自分で報告しようと思って、もうずっと歌集家閉じ込めてやって。うわ、なしだったら役所がついてきた時にベッド目に入んない。まあそうよな。
もういやまあ、相馬さんがひどかった。まともにやらせてよ、アマンガスをよ。まともにやってんのはシーデモさんぐらい。そうなんだよ。まともにやらせろ。ちょっとまともな考察していただいて。そうだね。ちゃんと謝ったじゃん、一人死んでるから終わりじゃないね。いや、その前にネキを疑ったのもかなり。もう意味わかんないけどな。疑ってないの。一応月意味わかんねんだよな。最強のパワーワードじゃん。今度使おう、意味わかんねんだよな。俺はでも、死ね化け物の方が俺は好きだよ。あれも面白かった。あもうダザナさんはこんなに釣ってくるやつ初めて見たもん。みんないる？いるよ。あ、江田さん帰ってきたかな。あ、江田さん帰ってきた。うんこかな。長いね。疑ってないよ。あれ？江田さん。江田さん。江田さんまだまだだった？まだストップで。はい。動かず止まって。マジで一生クルメイトだな。たまには違うゲームとしたい。おい。ねえ。どういう状況ですか。すいません。江田さんが来る前に始めちゃってみんな止まってたんだけど、相馬さんが抜けたからもうお開きの流れかなって感じ。了解。すいません。落ちちゃった。いや、戻るの遅くなりまして。ちょっと悪さの姫って感じ。相馬本当に落ちただけだけど。うん、相馬さんが落ちちゃったから、結局。お待たせしやした。部屋残ってないよね。残ってるよ。あ、部屋あ残ってる。あ、じゃあ戻ります。ちなみにこれさ、俺ちゃんとミュートになってる。なってる。そうさ、自分でやんなくていいんだよ。うん、そう、なんかいつもすごいそのミュートにしてるしてないっていうのを確認 して落ちてる。あ、そういうこと。そうしなくていいよ。しなくていいよ。大丈夫、声届いてない。ホストの人が問題なければこのままでいいけど。オッケー。お父さんいなくなったけど。あ、あの名前がハテナの人いたので。とりあえずまあボット起動待って。まあ、じゃあいいや。声届いてなさそうだった。でも次もちょっと開幕喋るけど聞こえてたんだな。聞こえてるって言ってくれるよ。いや聞こえてるって言えないから。そっか。みんな平常なんだ。だでも開幕で相馬さん喋り続けてたら後で言う。よろしいかな。そうですね、ちょっとなんか正常に動いてるかどうかが全然わかんなくて。でも、確認せずに、とりあえずやってみて。うん、じゃあとりあえず喋ってみます。で、なんかあったときに、相馬さん声聞こえてたよって言ってもらえれば。うん、問題ないこと喋ってね。喋りに行って。一緒に戻んなくていいよ、だから。うん。江田さんのことはキルするのやめてみるのかどうで。なんで喋んねんだ。そんなある？シーレモバラここ。バラここ。ここバラの方がいい？はい、いや、
リアクターの数字のところ。字？うん。覚え芸の上で、うん、覚え芸をシネモさんとネギがして、おう、してた。してた。ちょっと インポスターだったらありえないかなと思うので、拾っていて、直前僕リアクター直しに行ってるけど、セキュリティに入って、屋久島がナビゲーションにいるんで、屋久島は面白いかなと思っています。ちなみにその覚え芸してて白いってどういう、仮に、いや本当に殺したならそこに突っ立ってるわけないってことでしょ。ああ、そう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 。ああ、そういうことね。ああ、これも一応覚え芸してましたが、重なってて見えなかったかな、わかんない。あ、マジそれはごめん、見えてないかもしれない。ここさんがセキュリティをなんかチラッと見て、そうですね、解除してそのすぐにセキュリティの方光ってたんで、誰が見てるんだろうと思って確認して下に行ったっていう形だったので、ここさんの前に出たのが歌集家だったかなと。そうだね、俺はもう来た時には解除されてたから、チラッと見てすぐにロアの方に行った感じか。ソマシーでも枝のでもいい。ソマさんは違うよ、ナビゲーション見たよ。あ、そうなんだ。うん、そう、最後はね、ナビゲーションにいた。シーレモエダは、うん、ね、誰かと、あれ誰でしたっけ、ナビゲーション一緒にいて誰かと、その後はもう人任せにしちゃいました。ナビゲーションとかシールドで。ナビゲーションに一緒に行ったのはヤクボタンじゃなくて、ヤクシマじゃなくて。江田さん最終位置どこですか？最終位置シールドです。シールド俺見てないですね。最終位置結局ストレージぐらいまでは歩けたんだ。ああ、なるほど。ん？溺れそうだった。シールモさんは？シールも覚え系だってば。あ、そっか、そうだった、ごめんごめん。そこにローはないでしょ、さすがに。それはそれを追うんだったら歌集が黒くなるわ。いや、別に追ってるわけじゃないよ。何も見えねえんだよな。そんな読みしてキルしてくるかって感じだね。はいはい、ごめんね、疑ってないからね。ネキとかならやる可能性があるかなと思ってちょっと言っただけで。もっと詰められるかなと思って。リアクター終わった後に上抜けた人いないの、アッパー側。なんでそこを追うの？いや、普通にその後弁当もあんのかなと思っただけ。あー、タピオカ上じゃなかった。いや、俺下下。ほんと？ほんとほんと。まあ、ごめん、俺セキュリティ見てたけど、どっちに行ったかまでは覚えてねえわ。さっきの発言ではとりあえず可視化したって言ってたから。あ、そう、ごめんごめん、覚えてねえ、うん、と。僕目線、ここ可視化。まあ、そうです、近い。計算見てないからあれなんだけど、計算もいたんだよ。覚え芸はしてたよ。シーレモネキは計算が覚え消してたのを見てたりして、全くわからない。その前はリアクターに来てるのは見た。リアクター上直してそのまま覚え消したよ。ちなみにリアクターに枝、リアクターの方で枝さんは誰も見てないの？合ってんの？見てないって言ってたよね。うん、ナビゲーションの方、まあ、でも見てないかな。人数いたんで、あんまり覚えてないです。でも俺はいなかったと。白でしょ、白はわかると思った。うん。やっぱカシユカさんかな。まあ今日は、今はね、別に許すわ。とりあえずスキップしました。お子さん、カシユカ、ちょっと黒い。はい。まあ、なんなら二郎もある。どこで？どことの？歌集家がやってるとしたら、ここさんは次第見るから。
ああ、シーレモさんともう一分入っちゃってるわ。あ、ちょっと次から白証明をしていこう。頑張って俺。まだ頑張れ。やれやれ。今回はちょっと黒一だな。一発で成功。死にそう。やだー、あのじゃん、今やれねえな。死ぬ声だ。くそ、やばいやばい、疑われる。これ画面固まってます、私。固まってます。じゃあ僕喋っていいです。あのココさんが弁当に入ったの見ました。エレクトリカルで。ネキの下もエレクトリカルです。以上です。いや、薬島さんがエレクトリカルでラザニアさんやってました。なるほど。まあローラーでもいいとは思うけど、まあ。一応目撃情報にあれば。二人がエレクトリカルに入るのは見ました。俺も二人がエレクトリカルに入る手前くらいまで見てる。うん。すれ違ったって言った方が楽しいのか。走ってるの見ました。ん？声遠いな。CM さん何？ん？いや、別に変わらないけど。二人がロアエンジン側から結構目撃情報はあると思います。まあ最後誰かアドミンって見てなかったです。見てません。見てない。ストレージ最後いた人います？ストレージ最後いました。俺見てないですか？うん、まあ、俺見えてないから、まあ見てないだろうな。うん、まあ俺視点の俺視点ではやってる場面は見てないです。俺はココさんとネキと3人になった時にココさんが弁当に入ったのを見たので、俺とネキはそれを見てボタンを押しに行こうとしたしてて、俺はストレージの上ぐらいまで行ってるところだったんで、うん、いや薬島さんがやってその後すぐに逃げてったんで。バラさんとシーレモさん、ココさんから入れてる？うん。なるほど。まあでも人数いっぱいいるから別にローラーで全然いいでしょ。あ、ローラーでも全然いいよ。いや、ローラーかな、ここは。こういう時、あれだよ、誰に入れるっつって入れた方が安定して釣れると思う。最初1、ローラー、ローアーです。俺、十字路リアクターのところの。はあ、あたりかな。え、全然覚えてねえや、最後。あ、でもいいんじゃない、最終位置とか俺とかココさんであれなんだから。うん、まあ、テクニカルココさんは俺がやってんのを見たって言ってんだからいいんじゃない。まあそっか、対抗になってるか。薬島押せんの？押せるよ。ここ多分はい。
あ、これは。はい。はい、まあ、でもこれつってもあれだよね。5対1でしょ。うん、まあつってもいいけど、まあまあせめて言うなら今の最後のわざわざ他のところの最終地言う必要なくないとか言ったのは良くない？まあいいけどね。いやまあでもあれだよ。まあローラーでも俺は完成してほしい派だから。9割はそうだと思って。まあ、全然俺は自投票したから。特に。コタン勉強情報も下ろしたし、あんまり殺す意味ない気がするけど。いや、まあでも人数がこれだけいるからローラーしといた方が。あった。ローラーでいっと。でも、いつもの歌集家だったら俺ここ釣らないと思うんだよね。そう。謎の言うことでしょ。俺がローラー嫌だっていう時は俺がインポスターの時だけで。自分がローラー対象に入ってる時だけで。まあ、俺は歌集家あるかなと思ってるから。そうそうそう。いつもそう思われてるからいつも。俺はちょっとあのバラさんが指導ならもうちょっとあのバラさんが主導権握ってほしいなとは思うかな。あのね、いや、そうそう。ここさんが多分黒いなって思ってきたのは、だからカシユカがタコさんを殺して先に十字路から抜いて、その後ここさんがセキュリティを見に来てバラを殺すかどうか悩んで。殺さなかったっていうストーリーもちょっとあるなって。ああ、なるほどね。うん。時系列的にはそういう順番なんで。で、ここさんが言っても俺あれきついけど、ここさんが両方やってると思うけど。まあその可能性も十分。か、もしくはリアクターの本当に覚えゲーとかしてる人がトリッキーにやったのか。セキュリティのカメラはついてたもんね。まあそれは俺だ、これが見て。でも覚えてまで広げる必要はないと思うけどな、やっぱり。それは俺も思う。そう。うざん。それは俺が怪しいと思ってるからじゃ、俺は違うから。黒目で。まあみんなそう言うよね。うわあ、嫌な位置残っちゃったな。してくれよ。どさくさ切るか、これは。はいはい、はい、ストレージからの中なんだけど、あのエレクトリカルの通路の手前のとこでバラさんの死体です。エレクトリカルの通路、エレクトリカルの通路に行くとこ。ストレージの中はストレージの中なんだけど。待って、相馬さんエレクトリカルに入ってきたときどっち回りできた？左回り、セキュリティの方。絶対？うん。うん、カシユカさんの土辺にいたよね。そう。いや、シーレモさんとカシユカさんが一緒にいて、あ、これどっちか死んでんだろうなって思ってうろちょろしてたところ。そうだよね。カシユカさんもストレージで給油してるの見てるからやれる人いる。で、シーレモさんは俺よりも先に入ってんのかな、ストレージにね。でもその後、私シューカさんに殺されると思ってストレージまで逃げただけだから、エレクトリカルに帰ってるよ。あ、俺から逃げてたんか。俺逆に俺にくっついていくってなんかあれかと思ったわ。怪しいから。違う、
つくわけないだろう、勝手な感じに。そもそも左から来た時に、うん、どの部屋に、どの部屋で何してたんですか？左から来る前。左から来る前はセキュリティに行ったかな。アッポーエンジンに行ったからセキュリティに降りて、で柏岡さんシレモさんとすれ違った後に、セキュリティ見て、で、あ、これどこで死んでんだろうっつって、下の、ロアエンジンからエレクトリカルに最後いた。そもそも上から下から上行って、さらに下が上から下に降りて、一回通り過ぎて、あ、これどっちか死んでんじゃねっつって戻ったっていう。でも相馬さんがセキュリティから出てるの、私すれ違ってるから間違ってないと思うよ。そう、動きは間違ってないと思う。俺もあのシーレモさんも一緒にいるときにすれ違ったっけ。あ、うん、そう、一緒にいるときだった。二人とも見てる、それは間違いない。で、下にいたときに枝さんとシーレモさんしかいなくて、柏岡さんいねえじゃんってなってたのは、まあ、こんなん柏岡ちゃんだべ。じゃあな。いや、そんなことないでしょ、まだ早いでしょ。そんなに焦って投票する必要なくない？俺じゃねえし、しかもどうす間に合わなかった。でも、ね、いつもこのタイミングでバラさん殺されてるとき柏川さんやってんだよな。あ、分かる、それ違う。はい、でも CM さん、いや、わかんねえ。ボタンあるか、俺もあるか。鳴らされるよね。もしもーし。もしもし。もしもし。あ、柏岡さん釣って終わりでいいんじゃないですかね。え？計算やってなかった今。だってみんなエレクトリック、違うわ、リアクターいたじゃん。柏岡さん。え、なんで俺もいたじゃん。いなかった。いなかっただろう。いたじゃん。いたいないいない。いたいたいた。最後まで。入れました。バイバイ。え、なんでさ、ちなみにリアクターがやけに遅かったのに解除されんの？人がいなかったから。俺下押してたけどな。マジ？俺、僕は上押して計算が下押したらなら結構早く解除されると思ったのに、なんか計算切るタイム稼いでたでしょ。でもじゃあ、え？しかもなんで俺がいたって嘘つくの？いなかったって嘘つくの？江田さん、おかしくない？え、でもカフェテリアで下あるリアクターに行った人できないよね。できる？なんかそれだけ確定させたいんだけど。キルクール、カフェテリア、キルクール的には無理でしょ。で、同時に見つけたから、そこでさ、なんか行った時にキルするのは無理じゃない？リアクター前しかありえない。リアクター中か。なってる時。ああ、でも帰ってきた時あるか。計算が早く生きてやったんなら、でセルフリポートだったら。でも計算は分かんないけど。え、計算やれない。絶対やれない。絶対一緒にいたから。だから絶対ありえない。ありえない。ちょっとそこが矛盾してて、僕が。ちょっと疑問に思っちゃっただけなんで、リアクターが解除が遅いのと、おかしい。でしかも俺がいたことなんで嘘つくの、計算。俺が下にいた。え？下にいたってどういうこと？リアクターの下さ、まああの二人あれ下にいたから見てるの、やってんの見てたけどさ、見える位置でしょ。うん？状況証拠で行きます普通に。まあ無理よね。無理でしょ。どういうこと？無理だよ。それ無理でしょ。どういうことも何も、どういうことも何もね、鍵時間伸ばして、ね、ああ、そういうことか。でももう2対1だから、僕が何してなくても。何しても無理でしょ。あ、いや、同数投票になっちゃうと。いや、すいません、あのね、ここさんも弁当芸やってるけど、俺も弁当芸やってるから。そうなんだよな。ここさん、あそこで殺したのはね、まだしょうがなくやった。まあ、あれはこのさんと終わってるからな。入れていきます。マジでなんでリアクターの解除あんな遅かったんだろう。なんで、いや俺も押したんだけどな。それはちょっと本当に分からない。いや、
最初時に上一回見てから下行った。下行って押してて直んねえなと思って、あ上人いないんかなと思って上一回見に行ったけどタイミング勝ち合っちゃったんかな。多分そう。私だって人いるんかやと思って見に行ってあいるなと思って一回戻っちゃったから。まあ、遅かったっていうかさ、4人中3人しか来てなくてさ、しかもその2人がさ、反対側の誰がいるかなって見に行ってるから、それは遅いよなって感じ。まあ、うん、そうね。勝ち合ってしまったな。私、誰かいるかなって確認しないとエレキタル解除できない病気にかかってる。やばすぎでしょ。富士の病や。後にしてくれ。次、ラス1かな。よーい。よーい。え、くるくる呼んで延長戦しないの ?12 時は、抜けは誰が俺抜けるわ。俺も抜ける。うん。まあやめた。ネキバラも抜けるからだ。うん。じゃあ無理だ。おいおい、明日仕事とかまあまあ小手釣りまーす。明日仕事私も延長戦やったわ。でも俺7日まで休みだけど、明日だけ仕事なの。あいつ殺しよう、殺そうぜ。あいつ殺そう。カシソマの二郎かな。そうだな。臭いのは。インポスターやりたいな。今日薬師間さんいっぱい弾いてて、薬師間さんじゃないや。カシユカさんいっぱい弾いててうらやましい。あ、そうだね。今日3回目でしょ。3回目で1回負けちゃったね。ベントゲーを披露してしまったよ、タコさん。ここで入るか思わなかった。覚えゲーのところさ、ダメだね、いっちゃ。あの、サボタージュ開こうとして押しちゃうわ。やるやるやる。それはやる。いや、押しちゃいますね。ただいま。今回、全員のところでやるわけないんだよな。インポスターがいい。あ、落ちるな。落ちるね、これ。落ちるか。あ、黒い。リーブで。あ、あ、聞こえてますか？聞こえてなさそう。聞こえてるよ。聞こえてるよ。聞こえた。インパだったからよかった。よかった。私クルーメイトだった。最終インパ嫌だな。でも勝ったら気持ちよく出るじゃん。俺はインポスターで3勝1敗とかで終わらせたよ。今日なんかカシユカさん黒はいつも。いやでもシノブさんいつもそう言ってるじゃん。ちょっと資源が混ざってたかもしれない。今日はたまたまインポスターが俺が多いからさ、合ってた。たまたまとか言うなよ、ちゃんと推理してるんだぞ。え、マジで本当に今日ひでえけどな、シールモさん、マジで。俺はやばいわ。ちゃんと推理してんの、シールモさん。コナンちゃんと推理して、あれ。今、あれとか言ってやる。今日は冴えてるよ、シールモ。いつも以上にポンコツだなと思ってたんだけど俺もいつも以上にひでえなと思ってたいいかな。はい。あ、なんかボット大丈夫か。ボット動いてないね、3人。あ、俺動いてねえな、一回抜けよ。誰が動いてないの。うん、あ、ラザニアさんも動いてる。枝さんも動いてるよ。これは、あ、今多分あれみんななんかつけ直してる。どういうちょっと、あ、いった、あと1人。あ、俺がまだ入れてない。部屋にいない。動いたね。 OK かな。 OK。 ラストラストラスト。バーニラ、バニラ、バーニラ、収入。どうした？本日も終日クルーメイトでございました。
と。はいはい。ダウンロードあるな、やだな。あ、誰直したのこれ。近寄らんとこ。これはやってしまいましたな。はい。次に、ん、僕が一瞬見たときに誰もいなかったんですけど、左行ってまたパッと戻ったやんかいた。え、何？ちょっとずつで聞こえない。どこで？はい。一般的に言うと、屋久島がベントから出てきたという疑いがあります。どこで？セキュリティ。たこ焼く？え？痛いよ、俺。え？何？セキュリティですか？なかったのに、二周目を話した隙にセキュリティの中に。で、ちょっと頼りにいたんだよ。ああ、なるほどね。うん、出てくるところは一応見てないとだけは言っとくけど、相当僕は。待って、いたよ。え？え、いたとしたら何してたの？ココさんといたよ、俺。中に。ココさんと出てきたでしょ、俺。だって。ココさんアドミンいなかった？あれ？私、アドミンの方にいましたね。あれ？見間違いか、じゃあ。おや？あ、3票入ったよ。あれ逆にアドミン見てた感じ、セキュリティ1位はまずっとついてたけど、うん、ついてた、ついてた。いるなぁと思って。もう一回やんない、これ。なんか、やんやんね。いや、だ、いや、いや、もう一回やんない、これ。頑張んなきゃダメでしょう。いや、何だよ、もう一回さ。もう一回やんない。見たことないじゃん、あの枠の外まで入ってんの。見たことある？初めて見たけど。初めて見たけど。もう一回やんない。初めて見たけどさ。かわいそう。かわいそう。なんでさ、サボタージュすんの？もう一回やる気ないじゃん。え、このリアクターはもう一人は戦う意思があるっていう。そういうことだよな。え、崩そうよ、かわいそうだよ、これが。仮に、もう一人のインポスターが、ここでやめるって言うならやめよう。思っていたとしても、屋久島の断罪のためにやめちゃダメ。私は何ですか？そういうことですか？なので最後はこれじゃかわいそうだなと思って、やあの、いや、それは別にその人が決め、そうだね、その人が決め、もう名乗りじゃないか、多分。あの、そうですね、あの、時間も時間なので私を殺してください。え、そうなっちゃうの？言ってる時点でメタが入るから、ちょっと。もう一回やめた方がいいと。最後のあれはココさんに救いの手を手を求めてたんだとは思ったけど、あと見に見てたから。何とも言えなかったんですよ。本当に。見られちゃった。いや違うよ。いたんだって、ココさんと出てたんだって、本当にあれは。いや、まあ正直いた気はしたなって思ったけど。そうでしょう。いや、記憶微妙だったし、役所も殺すしかない。ダメだ、すごい諦めちゃう。なんか見たのはじゃあ違う人か。え、いや、あれもう、私いました？いた、いた、ここさん一緒にセキュリティいたよ。え、エレクトリカルからロアまで上がるところ私一人で、セキュリティでバラさんと、あと、屋久島さんがいたっていう形だったので。あれ？おな、俺の視点だとなんか、ここさんも弁当から出てきたみたいな風に見えたんだけどな。あれ？ダブル弁当系するじゃん。だからもうだってさっき初手でベントゲーしたけど、
タコさん殺して頑張ったんだけど。いや、だから、いや、俺もバラさん殺そうと思ったんだよ。ココさんが速攻で落ちる。いやー、なんか、こっち左にいるやつ、めっちゃ白いな、顔見てやろう、焼き島っぽいなと思って行ったらさ、いたはずのやつがどこにもいねえのね。やっぱね、初手アドリはやめろ。なんだかんだクルーメイト。やだやだ、死ぬ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 、ありがとうございます。ダウンロードだかしゆかたこ。あ、白い。黒いな、これは。黒いな。え、白いでしょう。白いでしょう。あの、停電が鳴る前に押すかどうか迷ったけど、まだ早いと思って停電解除まで待ったんだから、白い。もう距離がワンチャンキルするかなぐらいのタイミング見計らっておっしゃったけど。いや、でもね、あのバラバラとアドミンで見てバラバラだったのよ。リアクター、アッパーエンジン、ロアエンジンに1人ずつ、で、あのエレクトリカルに4ぐらいついてたから。まあ、ある程度ばらけてるから、それだけばらけてるってことは、まあ相方が一人殺してるな左側でみたいな読みってこと？リアクターかな。役所はあんなことやった割に調子いいじゃん。黙っときます。まあ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 最初はボタン使っちゃうかどうか悩んだんだけどね。コンタク怖えな。前のゲームのプレイも言われんだな。記憶に新しいからね。さっきのことだから。ちなみにアドミンにあのなんだっけ、僕最後エレクトリカルであのタスクしてて、そこで停電になったんですよ、はいはい、で直したんですよ、はい、その前の話なんだけど、エレクトリカルに入り来る前にアドミンで確認して一人いるなっていうのを確認して、それから行ったのが確認した、あ、いたのが、最初にいたのがバラさんだったので、バラさんは多分しっかりタスクをやっていたという判断で、エレクトリカル強いかなっていうですね。エレクトリカルタスクをしっかりやってた風に見える。アドミンで、うん、見てもずっといたから、ね、その後入ってバラさんの姿を確認したっていう。停電前にバラさんがエレクトリカルにいて、停電解除したのは江田さんだけど、その後もバラさんがいたってこと？あ、バラさんは僕がエレクトリカに入って仕事タスクを始めた頃にもう出てったんですよ。で、停電解除はどっちだったの？前はずっとやってたのはアドミンで見てて確認してるので。なんでエレクトリカルにバラさんがいて停電したにバラさんが一番最初に直んないの？あ、違う、バラさんはもう出てってます。停電のタイミングは違う、別。あ、そうなんだ。そう。なるほど、僕が出るときですね。あ、ごめん、俺投票してない。私じゃないからね。シーレモじゃない。よくわからん。お薬だけ入れましょうね。絶対死ぬじゃんこれ。絶対死ぬじゃんこれ。
ほら、あれま。はい。O2 のところで、シーレモさんが死んでました。O2 か。O2 か。計算ラザニアさん白いな。そうね。うん。あそこがメッドベイさんにいたってこと？そう。そうです。ああ、なるほどね。いて閉じ込められてしばらく一緒にいたから、うん、多分 O2 だったらいけないかな。うん、バラさんもまあまず無理。ネッキーもバラさん左側にいたね。うん、バラさん左側にいた。うん、バラさんがリアクターとセキュリティ。ああ、それをラザニアさんも見てんだったら白いね。右にいたのってラザニアさん、カシウカさん、バラさん、左にいたの。あ、左か。ですか。計算は？メトベイ、メトベイいた。うん。メトベイ、メトベイ3人。誰？竹島さんって。ケイラザヤカシ。俺最後メトベイだよ。ああ。え、メトベイ？うん。初手。その前どこいた？アドミンで、だからそのメッドベイ3から1になったのを見てたから、アドミンでここさん役者を見てんの、うん、はい、見てます。そしたらメッドベイの前ですれ違ってるから白いわ。あの確定だと思うんですけど、相馬さんが、うん、まあ、シールズから私通っていったんですけど、うん、上から来たので、俺見てないんだよな、グマ見てないって言っても O2 入ってないから、ナビゲーション下からナビゲーション入って、でまたナビゲーションで下に降りてきたから。計算ってメトベイの後どっちに出たの？メトベイの後の、アドミンで枝さんと合ってるかな。枝さん、うん、そっち側に抜けてんの俺も見てる。あ、じゃあもう相馬さん。枝さんもはずっとアドミン。本当に確定なのか？そうじゃないけど。わかんないです。そうそう。でも相馬さんは O2 の中です。あれ、枝さんって計算の後ろになんかいたように見えたんだけど、見間違いかな、カフェテリアで。でももうこれ知ってる。じゃあ枝さんの話も一応聞きたいね。あ、計算とアドミンで最後だし。うん。じゃあ私押します。はい。どうせ鳴らされるっぽいから。リアクター行こうかね。ないけど。枝さんのそのアドミンの前の情報が聞きたい。アドミンの前、ウェポンのペン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 打って、それ終わってカフェテリア側からぐるっとアドミン。ああ、じゃあ全然黒いんだ。え、うん、そうなの。だからあんまり、だからそのウェポンやってたっていうのは聞かれるまであんまり言いたくなかったっちゃ違かったですよね。その辺にいたことはわざわざ言いたくないんです。相馬さん釣りちょっと早計だったか。ちょっとあれでしたね、すいません。相馬さんすいません。でも、だとしてもローラーでよくない？うん。さすがに他の人がさ、今の話聞く限りさ、別の場所にいた人と別の場所にいた人ですら白証明できてるから、さすがに難しいと思うんだよね。うん。うん。ラザニアさんがバラさん見てたり。枝さんは誰も会ってない。いや、そうなんですよね。ウェポン付近でいたの、僕、あの、ウェポンで仕事してるの見てたの、シーレモさんだけなんです。相馬さんは会ってないの？相馬さん。上から来たんで、ココさんの話からする。え？でもそう、うん。先に抜けてる？多分画面開いてる間も薄、あの透けて見てたけど誰も通ってないと思う。上側。相馬が扉閉めより先に右に抜けてて、ウォーツとかナビゲーションにいて、でシールドから来るココさんとすれ違った。ココさんのセルフはない。ありえる。俺目線はわからないかな、そこ。うん、ただ、通報位置は合ってる。もう、なんていうの、嘘はついてないというか。うん、そうですね。大津に入っていくのセキュリティから見ている。なんか僕はセルフ考えにくいなと思いますね。わざわざするかって感じですね、大津で。そうですね。見られそうだけど。じゃあ、まあ、枝さんどうするかじゃない？俺は入れるわ。相馬さん先にやっちゃったから。はい。ココさんだったらちょっとあっぱれかな。一応誰か入れるわって言った人とか、うん、その辺は覚えておいてもらったといいかもしれない。いやー、まあでも入れるっしょ。まあ俺が言わなくても。
ってたのはそこだけぐらいでした。なんか相馬さん変な動きしてんだよな、下から行って下からナビゲーション行って戻ってくる。いや分からん。ガチューガさんはなくはないな。おお、生きてんだ。生きてんね。生きてる、ね。バラさん死んでると思ったわ。うん。ずっと単独行動してたからね。うん。まあ、俺ちょっと気になったのは別に、そんな別にめちゃくちゃ怪しいとは思ってないけど、あの今、オープンだった瞬間に、そう、タコさんがあのカフェテリアからメッドベイ左抜けてて、俺見た瞬間右に切り返してきたのが、ちょっと。あれは、オーツになる前、アドミン見てアッパーいちゃったから、それを見に行こうとして、オーツになって、で左から来たから、じゃあいいかと思って、お次に戻ったって感じ。ああ、まあ、釣ってくれても構わんよ。いや、いいでしょ。いや、釣れないだろう。いや、まあ、1釣れてるからいいかなと思ったけど。楽しようとするな。ここさんの可能性がまだ残ってるから、今ここさん、あの停電無視してコミュニケーションのあたりだから、その可能性はまだ。なるほど。停電無視してなくないですか？停電の間、停電終わったとか。そうですね、ストレージでタスクはやってましたね。確かそこでカシウカさんとすれ違ってますよね。シールドのあたりじゃない？シールドのちょっと手前ぐらいですれ違ってないっけ？違ったっけ？あれ？まあ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 、はい、停電の後で、まあ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 、別にそれが黒いとか何もないんで。ちょっと私今あの画面バグって投票できないんです。まあここは誰かに、はい、集中しないでしょ。まあ、まあ、シエレモさんがいたら俺に入れてそうだけど。確かに、うん、今死体探ししてたスカンマ触れなかった。タスクもほぼ終わったんで。おお、はい、おお、早いね。まあ誰かについておこうかなーって思ってセキュリティの番人とか。セキュリティ見とけばいいんじゃないの。セキュリティ舐めて殺されちゃう。黒い、ね、分かるじゃん。死んだ、まあ、赤いランプが死んだら。いや、黒いね、セキュリティを断るって。配線か、メドベイが、給油か、給油だな。you
れお、ん、どこでアドミンの入るところで、ここさんが死んで、どこどこ、うん、アドミン入るところ、うん、直前までいたね。でその直前にそのストレージの上のところで、あの多分一緒に配電をやってたんだよ、うん、ああそうだそうだ、配電、うん、終わってココさんもいなくなってて、でリーリーになったからアドミン入ったらココさんが死んでた。計算、あ計算が分かんないか、これは多分、うん、所定ナビゲーション行ってその後メッドベイ行って O2 なったから直し行こうとしたタイミングでレポートなってて、誰ともすれ違ってません。セキュリティ見て、だからバラ目線訳しまかったコッマーだね、昨日セリフ。俺え、なんで訳しまいたじゃん。あれ訳しまいたっけ。あ、いたいた、俺が踊ってたじゃん。あれ薬師はいた、いたよ。バラさんが最初メッドベイ入ってんのも見てるよ。そうそうそう、普通にアッパー側から通って行ってから、薬師間も歌集かないよ。で計算もないんでしょ。そう計算もない。じゃあラザタコローラーなんで、じゃあタコさんかなんか、タコさんかな、一人ストレージの右から上に通路通るのは違う。じゃあのね、ココさん何してる時タコさんいたねって言ってたから近くにいた、うん、ラザタコ、ラザコを見てる。ラザタコ、タコさんに入れてんの？タコさんに入れた。タコさん入れてるよ。はーい。タコさんでしょ。悪い悪い、うん。ありがとうございましたって。あ、はい、うん。これ相馬さんだったんだろうな。相馬だろう。うん、まずすぐ下から上がってくる。ナイスでーす。ナイス。いやまああのタスク、あのサボタージュこなさで片方は相場なんだろうなって思っちゃった。俺めっちゃサボタージュ押したと扉めっちゃ閉めてたんだけど、緊急緊急緊急全然来なかったから。あー全勝できなかったな、いっぱいだったな。終わりか。いやメッドベイで扉閉められて3人閉じ込められた時、やべえこの2人に殺されるのが俺って思った。ケーラザ歌集家だったもんね。そうそうそう、この2人に殺されて俺終わるんだと思って、目撃証言が誰も出ねえんだっつって思ったらみんな違かった。確かに俺がケイさんの立場でも嫌だわそれ。どんどんなんかペアペアが名乗り出て、あーこれやばいなって思ってた。超怖かったあれ。そうだね、まあそこもね、本当にバラさんはセキュリティ見てたし、うん、それ見てたしな。なぜか俺裏切られたけど。いや違う、あのね、メッドベイに行ってる間薬師間の位置分かんなくなった。いやカメラ見てるとき俺カメラの前でめちゃめちゃダンスしてから俺下抜けてたんでした。そうだよ、俺と一緒に踊ってた。そんな裏切んのと思っちゃった。一緒に入りました、思い出しました。あたこさんか。たこさん、そまさんだったんだよね、今。そうそうだったね。いやでもすまん、たこさんとそまさんには本当あの俺の余計なあれのせいで。そうだよ、あれで俺は嫌な思いのまま終わらせることになってしまってすまんと思ってる。ココさんも救ってるか。そうね。そうだね。そうだね。ココさんも救ってる。じゃあいっか。ココさん。そうだ。だってもうココさんすごい嬉しそうだったもん今終わった後。ナイスでーすってすごい嬉しそうだったもん。ホーマも釣れたし。ソーマさんは簡単に釣れたんだよ。ソーマさんだってさ、下からナビゲーション行って下戻るってなんおかしいよな。いやいや、ナビゲーション行ってたのと思ってたんだけど、ほんとなんかね、何やかベントに隠れてやり過ごすべきかみたいな。まあ、それはありそれはありって思ってたんだけど、結局悩んで、別にここにいたって意味ねえやってベッて降りてたら、あの遭遇した。いるんかーいってなって。いましたね。私ナビゲーションか O2 どっちかでやってんのかなって思って見に行ったら
案の定やってて。やっぱ怖いよな、やっぱ歩き移動って。ね、ああね、終わった後は弁当で移動しようって思ってけど、まあ俺今今日2回も弁当ゲーをやってるから。ないない。まあでも1回目勝ったんだけど。ね、ちょっと次から隠れることを覚えよう。待機を覚える。弁当ゲーでも。